い、フグ鍋ができました。今から食べてみたいと思います。じゃあまずはこのスープを。あー、おいしい。やっぱ冬は鍋が温まりますな。では早速このフグを食べてみたいと思います。いただきます。フグがなんで鍋に合うかっていうのがよくわかりますね。すごい身の質が、なんだろう、筋肉質っていうか、ほぐれないんですよね、鍋とか熱を加えても。なのでその身の柔らかい魚じゃなくって結構筋肉質で、それなりに筋肉の塊があるから鍋にも向いてる。なんかこう鶏肉のめちゃくちゃ柔らかいような感じですね。鶏肉のめちゃくちゃ柔らかい食感で、それでなおかつ魚っていう、そんな感じです。噛むとね、繊維がねこうくっつくんですよね。じゃあネギいただきます。このまたね、鍋に入れたネギがとろっとして美味しいんですよ。すごい、芯の部分が甘くなってる。このネギすっごい甘くて美味しいんですよね。でやっぱり鍋に絶対欠かせないのはこの春菊ですよね。春菊がね、ほんといい香りを加えてくれるんですよ、鍋に。うまい。体が温まるね。